こんにちは。3月の29日水曜日11時を迎えしました。大ちゃん歌さんの人生楽しみましょうの時間がやってまいりました。パーソナリティの片山大蔵です。こんにちは、ゆっきー。はい、こんにちは。ゆっきーこと勝田接骨院広報部長の勝田ゆき子です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、横浜銀杯賞さん。どうもこんにちは、横浜銀杯賞です。3月29日お肉の日。おお、今日ね、肉の日ですから焼肉屋さんが安い日ですね。そうですね、行かなきゃ。たくみさんが肉そうそう、たくみが安くなるんですね。はい、行かないとね。みんなで今日は肉を食ってね。今日マリモの日って言ってましたよ、うちのカーナビは。マリモ、マリモの日。マリモ、なんでマリモの日なんでしょうね、わかりません。そんなんで振らないでよ。そう、知らないことよ。あ、今日ねテレビでね、作業服の日だって言ってたよ。もう何でもありですね、作業服だからね。329でね、はいはい、作業服っていうところで、はい、新メンバー、ね、新たなスポンサーになるかもしれません、はい、アップル平塚田村店のヒロ君がいらっしゃいました。ヒロ君こんにちは。久しぶり。こんにちは、お久しぶりです。なんかこれいいね。すごいなんかバックトゥーザフューチャーみたいな感じ。いや、以前にねアップルさんはうちの番組のスポンサーだったんですよ ね。そうだよね。そうなんです。いやいやいや、それでね、うん、ヒロ君一人じゃなしで今日はかわいい可愛いゲストがお二人いらっしゃってます。まずは、はい、はい、じゃあちょっと自己紹介してもらったらいいかな。お姉ちゃんの方から。あかりです。あかりちゃん、かわいいね。かわいい。そしてゆかりです。ゆかりちゃん、かわいいな。お父さんの顔見てみては。今日お父さんいらなかったね。僕マネージャーなんで。大変。おいくつなんですか。お姉ちゃんは小学校もうすぐ3年生になります。3年生だ。しっかりして。僕5歳になります。9歳、うん、聞いてないからね大ちゃん。僕37歳。はい、9歳。今は8歳。今は8歳。あ、これから9歳だね。よくわかりますよ、しおさんね。わかるわかる。すごいすごい。そしてひかりちゃんは何歳ですか。小学校に今度上がるのかな。何年生。何歳。6歳。え、ん、もう一回。6歳。小学校1年生。今年1年生ですか。今度そう、この4月でね。やった、おめでとうございます。おめでとう。楽しいね、小学校ね。お姉ちゃんもいるしね。うん、いいじゃないですか。懐かしいな。ういうい。俺だってあったんだよ、6歳の時。あったんですか。ありましたよ。6歳になりましたよ。ちょっと想像できないですね。こんな可愛くないですよね。あのさ、だからもう、え、などれぐらい違うの年齢がね。すごい違うわけじゃない。50歳俺らのさ小学校のところって言ったらさ、あのなんかもう裸足で、うん、でなんかあの なんか全然違うよね小学生が。でもランドセルは背負ってましたよね。背負ってない。背負ってないの。ランドセルはね最初ないから。え、ないんですか。ないから。でね、またね、うちの小学校はランドセル禁止だったの。そうだっけ。うん、あのね、昔こう、あ、違う、昔だから、いやでも10だから変わんないな、うんうん、昔ランドセル背負ってて交通事故に遭った子がいて、うん、うちの小学校ね、うん、ランドセル禁止になっちゃったの。なんかむしろランドセルの方がクッションになるみたいなので、うん、守るって聞きますけど、引っかいちゃったんだよ、うん、引っかかっちゃったね、うん、あー、なるほどね、うん、あ、そう、え、ランドセル買った、うん、何色、何色焦げ茶。焦げ茶。焦げ茶、かっこいいね。黒で横浜銀杯賞って サイン書いてあるよか。あ、ね、黒だったら書いてあげるよね。焦げ茶だからね。ちなみにお姉ちゃんは何色のランドセルなんですか。赤色。赤色、かわいい、かわいい、うん、ね、今のやつはさ軽かったりするんだよね。そう、ピンクとか紫とか ね、いろんなのがあって、だって今ランドセルレンタルするんですよね。あ、そうなんだ、ね、そうなんですか。レンタルする人もいて6年間使わないから、あ、うん、あ、そうだね。なんかいろいろ事情が変わってますよ、ね、A4 サイズが入るとか。ああ、ありますよ ね。あるあるある。ゆきさ、はい、うちら男ばっかじゃん、息子たち。そうなの、可愛いよね。可愛くてキラキラしてるもん。持って帰っていいですか。よかったらお泊まりしようか。可愛、ね、い。いやで、ひろ君は仕事の方はどうなの。はいはい、おかげさんでね、うんうん、平塚の方で元気にやらせていただいて、ね、うん、嬉しいことに、うん、去年ですね、うん、アップル、車買い取りのアップルの中で、うん、全国1位を取らせていただきました。ほら、やったね。来た。だってさ、ね、ありがとうございます。あ、その東都市にいた時にも、はい、
その業績を自分で作り上げて、うん、そして次のところに行けという指令でここから旅立ったはずじゃん。あの時大変でした ね、あの時はね。あれから何年も経って、でも1位を目指して、はい、いやまた持ってきたんだね。持ってるね。そうですね、本当にありがとうございます。すごいよな、ヒロ君。嬉しかったですね。その100万ドルのスマイルがさ、お客さんにキュンキュンってくると思うんだよね。ねえ、赤ちゃん、パパかっこいいもんね。ねえ、うん。俺今うんってうなずいてますけど。いや、でもさ、平塚でそうやって焼いたってことは会社の移動は成功だったんですね。まあそうだけど努力でしょ。だって頑張りしかないじゃん、だって。え、ヒロ君、東戸塚の今のアップルさんの売り上げどうなの？社内ではまあ、悪くはないですけども、うん、まあ一は僕なんで、うん、はい、一は僕なんでいや、東とか悪くなったらまた戻ってこれるじゃん。いや、そんなそんな戻ってきてスポンサーになんない。いや、これでも月に1回はやっぱ戸塚に来てるんですよ。あ、そうだね。やっぱり戸塚のお客さんとかに呼ばれたりとかでね、うん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 、なんで気になった方は僕呼んでくださいね。どこでも行きますんでね。仲いいな、戸塚の街。いいなそうか、俺もね、ずいぶん前でね、一回ちょこっとね、顔出してね、うん、ああ、そうでしたね、そうそうそう、遊びに来てくれてありがとうございました。あの向こう、ヒロ君のお店の方にちょっとアメ車っぽい感じの、はい、車が置いてあるちょっとしたカフェがあって、そこにちょっと行ってみようかと思って行ったら、あれ、ヒロ君のお店のすぐそばじゃねえかと思って帰りに寄らせてもらってね。あ、そうそう、ありがとうございます。で行って、なんだ、レースするやつあったじゃん、ミニ四駆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 ねえのかとか言ってね、東塚のふりしてミニ四駆ないのかっていろいろくだらないことをバーバー言って、じゃあ帰るねってただ邪魔しただけ。いやいやいや、今度ヒロ君のとこ行ったらまたガラスに翔さんのサイン書いてみましょう。あ、そうだね、やっぱガラスもありますからね。ね、行きましょうね、ぜひぜひ。いやいや、お願いします。ぜひお近くに行った方は平塚田村店のクロンカレルアプリって寄ってみてください。はい、新役さん、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。翔さん、ライブお疲れ様です。疲れたよ。各地でお花見されてると思いますが、京都も満開ドエッセイ、つかの間の息抜きに京都にお花見にお越しやす、うん、お待ちして申し上げております。京都行きたいね。翔さんとお花見デートしたい。いいよ。いいですね。秋よりいいよ。ほう、いや、綺麗なんだろうな桜 ね。今ちょうど満開じゃないですか。鴨川の辺とかもきっとあんじゃねえの。綺麗でしょうね、緑とね。そうそう、ピンクのコントラストがね、まあ、お寺さんも多いから、風情が ね、もうザ・日本みたいな ね。桜も良かったんですけど、ショーラブラ・ヒロコさん、翔さん、皆さんこんにちは。こんにちは。でかい子も字まで書いてくれましたね、先週の放送 WBC 生実況ありがとうございました。全然ラジオだったんだもんね。もうあれひどかった、普段野球は見ないのに、やっぱり決勝戦は気になっちゃって気になっちゃって、この日は仕事、11時半からの昼休み休憩だったので、まずはアプリでラジオを聞いて、そしたら野球情報も教えてくれたから、仕事中のみんなに報告して社内で盛り上がりました歌さんの野球が気になりながらの放送も面白かったですね。3月も終わり、藤井大実はまだまだ続きますんで、翔さん体調崩さないように、地方では美味しいもの食べて頑張ってください。はい、ありがとう。早くスタジオにも行きたい、ライブ行きたい、今日も仕事なのでアーカイブとフェイスブック楽しみにしています。ショーラブロひろこさん、はい、どうもありがとうございます、ね、先週ね、ライブで聞いてたんですよ、聞いてたんですよ、ラジオで、こうね、スマホで、でも WBC 気になるんで、画面も見てたんですよ、ま、ひどいなって思いながら、もう自分もほら画面見ちゃってるから、もうね、聞いてた。そうですよ、あれは盛り上がるよ。素晴らしい試合でしたね。ドラマチックでね、もう最高だったね。もう戻ってきてからもさ、ね、みんなへのインタビューとかなんかいいよね。でスポーツ選手なんだから、そんな気の利いたこと言えないのに、わざわざさ記者会見みたいなさ、あの時どうでしたかとかなんかの聞いたって、まあそんな洒落た話するわけねえじゃん頭野球しかないんだからさ、ね、なんでみんなでこう集まってさ、どうでしたかなんてさ、聞いてるやつも聞いてるやつだよね、もうなんか全てが伝説になるチームでしたね、でも一番ひどかったのは歌さんで、最後の放送3分ぐらいしか喋ってなかったね。そうね、まあ、現場にいなかったですもんね、声遠かったですからね。歌さんも変わらないな、もう歌助は変わらないのな感じが変わらないですね。野球少年だからね、しょうがないけどね、変わらないのは週末の土曜だけですよね、そうだね、バリバリだぜいというところで今日曲の紹介していきます。はい、それでは行きましょう。今日の一曲は横浜銀杯さん、オーバートップからお届けしたいと思います。聴いてください、横浜銀杯で土曜の夜だぜ。
横浜銀杯でオーバートップから土曜の夜たちをお届けしました。横浜銀杯さん風神雷神ツアー2023、次はですね4月の6日大阪江坂ミューズ、そして4月の8日ドラム B1、福岡行きます。そして9日日曜日が、広島ですね、ライブバンキッシュをお届けしたいと思います。皆さん、ぜひお近くの方は、遊びに来てください。この番組は真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の江南中央駅すぐそばの清水公益社サバスホールさん、戸塚区戸塚町をはじめ関東関西に展開している植木屋ガーデンエクスプレスのベテラン庭師の松沼さん、四季折々のフルーツや甘くてジューシーなフルーツケーキなどが揃う老舗果物専門店ティーベリー豊田屋さん、心からくつろげるひとときや本当に美味しいと思えるひとときなど心をより豊かにする活動を行う JT さん、そして困った時に来ていただければすぐに治療ができるをコンセプトに横浜市内に5店舗の接骨院整骨院を展開している我らが勝田メディカルグループ新生活応援キャンペーンやってます。以上の提供で放送させていただいております。新生活応援会キャンペーン、はい、どんなことですか具体的に。まあ、基本ボディケアがね、割引な感じで、いいですね、いろいろストレスを感じたり、ね、する時期じゃないですか。さすがです ね、なので、はい、ぜひご利用いただければと思います。はい、メール来てます、はい、八条マンリックさん、リックさん癒しのユッキー人生楽しみましょうの皆さんこんにちは。ふざけんなよありがとうございます。だよ、今日の八丈島は雨、雨なんだ。連日雨模様で待っちゃいます。そうだな。今日は愛犬のクンタの病院連れて行ってまいりました、え、あのヒロ君ですか、久しぶりです。お久しぶりですお久しぶりです。覚えてましたか。確か私が初めてそちらにお邪魔させていただいたときにご一緒させていただいたのを覚えてます。はい、よく覚えてね。てます、はい、そういうさ覚えてるのは広くのすごいところだ ね、ちょうど丸4年になりますって。ってことでユッキーに癒されながら最後まで楽しませていただきます。新旧ですからね。そうですね。でもすごいチームワークが取れててびっくりしてます今。そんな中、噂の歌助師匠からメッセージいただいてます。ラジオ聞いてます。ヒロ君ナンバーワンおめでとうございます。ありがとうございます。元気な明るい声とお嬢さん2人の可愛い声が嬉しいです。そしてですね、マイクを意識しない歌助です。WBC の興奮が蘇りまして。蘇っちゃった。もう相変わらずマイペースの歌さん。そう、WBC って俺先週の放送全然メールとか見てられなくて、それこそ栗山監督、館内の北海ジャイアントノさんの生まれ故郷。そう。の栗山町の出身なんですよね。そう、あと栗山町、出身なんでしょうけど、もともとは違ったんじゃないかな。あ、そうなんですか。栗山町の方に来て、栗山監督でなんかそこで根付いてったような話を聞いたことがあるんですね。ちょっと違ってるかもしれないですけど、トロちゃんはね栗山町なんですよ。そう、なんです、メールいただいたんですよ先週、読むの忘れちゃってて。そう夢はまさに夢いいですよね。ね、館内のちょっとぜひ行ってみてください。北海道、美味しい、安いよ。俺も一回も行ったことないんだ。あ、そうですか。水曜日なんか何、黒船テレビっていうのやってて、やってる、だから俺行く時間じゃないじゃないですか。あ、今度一緒に行きましょう。ね、で無理やりあの飯作らせますから。どういうことしたいっけ。大丈夫です、大丈夫です。黒船の日に行って番組やってる時に飯作らせて飲むんですよ。ね、番組見ながら、はいはいはい、とか言って、翔さんもたまにいらっしゃるんですよね。俺ね、いい月に月1ペースで行ってくるんです。そう、はい、じゃ今度はあかりちゃんとも一緒に行こうか。ごちそうさまです。ね、ごちそうさまです。可愛いな。戸惑い方が可愛い。なんで娘さん連れていらっしゃったの？今ちょっと春休みなんですよね。あ、そうだね。で、やはりですね、今結構。小学生とか、中学生、子供っていうのは、テレビよりも YouTube とか、動画を見るのがメインなんですね。でその中でラジオ、声を届けるお仕事なわけですけどもね、そういうのってあんまりこう車乗ってる人、大人とかはね聞いてますけど、子供ってあんま聞かないんですよ。そうですね、そうなんです、そうなんです。で、そんな中でね、こういったことをしてるんだよ、そういったラジオがあるんだよっていう中でパパも話してたんだよって言ったら、嘘だと信じてもらえず、そんなの嘘だと、いやこういうこうで話してたんだよと、なんでじゃあ
自分たちもお願いしたいから体験してみようかと、うん、あそうなんだね、ええ、社会科見学でそんな意味合いです。社会科見学です。大丈夫ですか私たちで。ちょっとやばいよねちょっとね、ちょっと俺とユッキーのコンビだと大ちゃんにちゃんと見てもらわないとね、まずいですね。俺たちイレギュラーな感じだでもその代わりヒロ君結構長くやってたよね。そうですね、もう6年やりました。やったよね。そうだよね、やりましたよね、うん、持ってやってるかもしれない、うんうん、どうあかりちゃん、パパがラジオで喋ってるのって素敵ね、素敵だって。声を出そう、ラジオだよ。うんじゃわからない、ラジオだよ。パパはね、ここにねプロレスラーのゲストが来たい時とか、あのシャツ脱いで空手チョップされてた、 MD にね、あの声を届ける仕事なのに体を張ってるっていうよくわからない、はい、ことやってましたね、はい、本当に大日本プロレス呼んだら、うん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 、チョップされてね、息できなくて大変だったよね。ラジオっていうのはさ、そういうのを伝えなきゃいけないから、はい、そうですね、画面がない分だけ、うん、音とどれくらい痛いのかって痛がる様子とか痛えとかね、それ必要なわけよ。そうですよね、やっぱりこう今の世の中で、うんうん、あの自分をこうアピールするのに、うんうん、あの話さないと伝わらないこともたくさんありますね。ありますね。メールですとか、まあ、LINE とかね、うんうん、あのああいった文章でやり取りすることが多くなってますんでね、うんうん、話して伝えること、うん、やっぱりこれはね、今後必要なことだと思ってますんで、うん、そうだね、うん、じゃあでも書いてたってもう彼ら若い子なんかほらこう、うん、全部略すじゃないですか、ね、了解もリーとか書いてくるさっきなんかありがとうがありですよ、ありよりはべりですよなんだそれみたいなねえ、だから喋ること大事ですよね。でまたこういう経験って子供はいい経験だよね、うん、やっぱし世界広がってみますよね、うん、そうだね、夏休みだから。でもやっぱり本当は、ね、テレビとか YouTube の方が面白いことは面白いよね、ラジオよりはね。 YouTube 好き？好き。好きなのね。好きだよね。好きなのね。で今日はですね、うん、こう2人から、うん、聞きたいことがあるみたいな、そのまあ、ラジオというね、そのお仕事をしている皆さんに、ね、あの聞きたいことがあるみたいなので、よかったらね答えていただけると嬉しいんですけど、うん、いいですよ、はい、ちょっとじゃあ教えて。じゃあ、うん、あかりちゃんから行こうか。翔さんに質問です。はい、みんなの前で、うん、歌うのとかって緊張とかってするんですか？俺も聞きたいな。聞きたい。それはね、すんごいするの。毎回するの緊張。なんだろうね、もうね、40年もやってるのに、今でもライブやるライブをやる寸前の時ってね、緊張するの。なんかね、いつか慣れたらいいなと思うんだけど、でもね、緊張しちゃうんだよね。だからまあ一回一回がなんだろうな、ドキドキしながら始まるけど、でもやり終わった時にいいステージができたらすごい幸せな気持ちになるよね。あかりちゃんはなんか発表したりとかみんなの前で喋ったりとかするとき緊張する？緊張はあんまりしない。いいよ、それはね、いいことだと思うよね、緊張しないでピュッて喋るのがいいよ。今日もちゃんと喋ってるもんね、どうしよう、すごい。じゃあ来週からできる、うん、ゆかりちゃんは突っ張りって何ですか？おー、素晴らしい。突っ張りっていうのはね、突っ張りっていうのはお相撲さんがお相撲さんがね、お相撲さんが発狂に残ったって言った時にこう手で相手をこう違うって違う違うってバーンってこうやって押すね、なんか違うそれがされてますよ、突っ張りっていうことで、でその自分の思った信念を貫き通すことを突っ張りって言うんだよ。ね、そうそう、うんうん、だから突っ張りっていうのはいい言葉なんでね、うんうん、ね、うんうん、自分の気持ちをちゃんと前に押し出す、そして生きていこうっていうことなんで、ね、分かったかな。で突っ張り好きな人たちはみんな、はい、どういたしまして。みんなね、突っ張り好きな人はみんな黒い洋服してんだよ。そうそうそうで、ね、頭こうやってリーゼントってね、こうカーって、ね、上に上げてるんだよ。もう一個聞きたいことあるんだよ、ね、はい、どうぞ、はいはい、どうぞ。大ちゃんに質問です。このラジオで一番良かったなって思った
ことは何ですか。難しいこと言ってんな。大層ちょっとこれバチッと決めないと。これ次難しいぞ。難しいぞ。毎回毎回なんかすごいいいんだよね。もういろんな人に会えていろんなお話聞けるでしょ。でまたみんなねメールいっぱいくれるんだ、うん、そういうのもすごく嬉しいんだね。そういうのも本当幸せなの。でももう10倍ぐらいメールをくれてもいいけどね。そうやってくれながらスポンサーになってくれる人がいるともっと嬉しいんだな。なんかだんだんドス黒くなってきたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。いい子だね。素晴らしい礼儀正しい素晴らしいしつけというかね、いいされてますよね。いやでも自然にこうなんだろうねきっとね。いやそうですね、ガリちゃんはね、うん、まあ、自然にあの翔さんの歌とか聴いてても、うん、あのさっきの質問もそうですけど、うんうん、突っ張りって何、うん、とか、ね、うん、思うよね、うん、バリバリって何とか、バリバリっていうのはね、うん、なんか掛け声だね。、うん、なんかあのファイトとか頑張れと一緒でバリバリって言うんだよね。掛、うん、け声ね、バリバリは。やっぱり情報量が多いから感性も豊かになっていくんでしょうね。うん、そうでしょう。うん、でもこう翔さんたちの頃のああいう雰囲気の方って最近はもう少ないので、うん、そうだね、少ないじゃないですか。今のこうちょっと、うん、悪じゃないですけど、うんうん、ちょっと陰湿になってる部分もあって、うんうん、ね、なのであのよく動画とかでそういうのを見たりとか、うん、ドラマとかもね、たまにやってますよね、うんうんうん、そういうのも見て興味持ったりして、うんうんうん、だ当時のその不良、うん、悪、うん、突っ張り、うんうん、っていうのはその悪くないんですよ ね、 ね、なんていうんですかね、こう、うん、一本芯が通ってるっていうか、すごい人情に熱いしね、そうなんですよね、僕のお客さんでもいっぱいいますけど、うんうん、やっぱりねそういう方っていうのはこう、まあ、実は真面目で、そうだね、うんうん、あるしね、そう、だそういうところにね今気づいて共感してくれるとね、うん、嬉しいですよ ね、 嬉しいよね、うん、そうだね、うん、そうそう、なんか改めて聞かれると困っちゃいますね、うんうん、いやいやそんなことはないですよ。そんなことですか、大丈夫ですか。俺はちゃんとあの引き出しちゃんと思ってますね。子供用、大人用、なるほどなるほど、熟女用、いろいろと塾女って何ですかとか聞かれてます。いやいやいや。でも今度家族揃ってじゃあ翔さんライブ行ってもらってもいいよね。そうです ね、 ね、ぜひぜひぜひ、ね、招待しますから。あ、ね、ありがとうございます、ね、もちろん、うん、ね、でも本当に翔さんライブはお子さん連れていらっしゃる人もいっぱい、大丈夫ですよ、はい、うん、大丈夫です、はい、場所によってはねお酒出さないとかありますんで大丈夫です、はい、だって動画見て振り付けの練習してました。おー、さすがだ。素晴らしい。いや嬉しいね。うん、そうか、じゃあまあねお姉ちゃんの方はね、まあ、3年4年生か、うん、と今度3年生、ね、あ今度3年生か、うん、ね、頑張ってね学校ね。でいかちゃんの方は来るね、来る、小学校、小学生、小学校だ、嬉しい ね、 ね、なんかね楽しみですか、楽しみですか、小学校はね。いいよね、ランドセル持って、ね、え、でも不安なんですかね、不安なの、楽しいの、いや俺ら大人目線で見てるから、うん、コロナでちゃんと付き合えない、ね、うん、幼稚園生活をしてたとかいう話の時に、うん、小学校って言ったら楽しいなのか不安なのかって、いやさ分かんないけど俺子供の頃に幼稚園行って小学校上がって不安とかなかった、なんかみんなが行くもんだと思ってたから、うん、でなんか一緒にいたやつが、うんうん、行って今度人数がバーンと増えて、うん、なんだ不安もクソもなかったら、なんかクソはないって、あ、そうだね、不安も何もなく楽しかったな。いや、またでも翔さんお兄さんがいるから小学校像の情報が入ってるじゃないですか。あ、そうだね、ね、そうだね、うん、そうだね。でも3つ違うとね、兄貴がいたことあんま覚えてないんだよな。だって女の子兄弟は仲いいでしょ。仲いいですね、うんうん、まあ、あの同じ遊びができますからね。そうだよね、男兄弟も喧嘩ばっかだから。あ、そう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 、ですよね。あ、まあ、でも喧嘩もしますよ、しますけど、うんうん、縄張り争いみたいなね、うん、ありますけど、うん、まあでも、まあでも、まあまあまあ他と比べると、うん、だってね、同じカバン持ったら同じ洋服こう
ね、そうですね、こうもらったりとかしてさ、でこうなんかちょっとペアになったりとかして、うんうん、可愛いじゃんかさ、うんうん、俺らガキの頃はさ兄貴のお下がりしか来ないからね、ああ、昭和のヘアルックも来てもらえない、兄貴が来たやつが俺のところに降りてきて俺がそれを着るわけじゃんからもうそりゃ喧嘩になるよ、ね、新しい洋服憧れますよね、あれだな、うん、次ハギのアプリケつけりゃいいやみたいなそうじゃねえだろ、ウエストのゴムちょっと伸びちゃったりなんかね、名前書かれちゃうしさ、そうそうそう、ね、確かに消されてね書かれるんですよ、そうそう、次男坊はそうなのよ、ね、僕も次男ですからね、私も次女ですから、あ、ね、うん、もうナバツクラブ作りましょう長男長女になれなかったからいつか天下を取ってやるそ, う、はい、そうですか、ね、じゃあ本当に今度家族揃ってライブ行ってください、うん、はい、ありがとうございますというところでなんかメール来てます、はい、戸塚に住みたいパーティーさん、はい、パーティーさん、翔くん皆さんこんにちは、こんにちは、翔くん皆さんこんにちは、長野仙台横浜行ってきました、あ、ありがとう、長野仙台横浜、うん、毎週ライブに行けるなんてこんな幸せありません、うんうん、長野は声援が楽しすぎて最高でしたどこも小さい会場なので翔くんを独り占めしている感じがして心臓のドキドキが止まりませんでした、贅沢な時間ありがとうございます、いえ、長野では、うん、雨の善光寺を拝観し、いろんな趣味を買って、うん、帰りの新幹線ではおやきをしっかり食べて帰りました、あとに近かったいいですね、おやきとね、善光寺だよねやっぱ ね、 いいですね、長野と言ったら ね、 長野いいな、ね、一緒に一度は行った方がいいよ善光寺みたいなね、うん、なんかあるよね言葉がね、そうですか、あのね、なんだ、金沢長野と回ってきたんです今回ね、うん、で金沢はね、いいですよ海鮮がね、食い物食い物いいですね、回るお寿司屋さん行ったんですよ、はい、回転寿司ですよ、うん、くす、あ、じゃねえな、めっちゃうまいのびっくりするぐらい美味しいわけ、ね、ちょうど今白エビとかさ、あとあのこの間揚げあのホタルイカバーってあげたら50匹ぐらいしか入ってなかったとかいう、うんうん、不良だったホタルイカとか、はいはい、まあもう今は戻ってますけど、やっぱあってそういうのとかちょっと洒落てる感じ、もうウニトロボタンイカとかさやばいすげえうまいのよ、もりもり寿司っていうとこ行ったんだけど、ほんともりもりですね、回転寿司なんだけど本当に美味しいの、へライブの話はどうなってんだって話だけどいや本当ね、金沢はね海鮮美味しくてね、あとのラーメン屋にも行っちゃったし、でねコンサート会場もね久々の8ホールというところでね、うんうん、あの前にも使ってたところなんですけどね、あの楽しかったですね、はいはい、うん、そんなね長野のライブに行った吉見さん、はいはい、翔さん大ちゃんゆっきーさんこんにちは、こんにちは、翔さん金沢長野のライブお疲れ様でした、うん、はい、長野のライブに参戦しました、おお、いいね、長野すごい盛り上がってましたね、盛り上がったね、最近ついている私は、うんうん、ランさん追悼ライブの名古屋公演に続き、うん、長野でも最前列をゲットしました、おお、すごい、よかったねそれは、そう、つばかぶりの席思ってたよ、つばかぶり私は翔さんのつばも汗も受け止める気満々でしたが、両方ともかぶることができなかったので残念、え、なんでそんな飛ばさなかったっけ俺でもハート型のペンライトを持っていた私に気づいてくれて、ステージから声をかけてくれたので嬉しすぎて気絶寸前でした長野ファンの方々のノリがすごかった、東京神奈川勢も負けずに六本木と番外編はさらに気合い入れて盛り上がろうと思っております、だってよしみさん、いたいた、よしみちゃん、ほう、うん、ショーのペンライト持ってた、ほう、うんうん、ジャニーズじゃないんだけど、いやいやでもたまにいるんですよ、はいはいはい、いやー長野はね、うん、長野も良かったんだよな、善光寺、うん、そう、一度いらして善光寺みたいな、ちょっとあんまりこうネタバレするんであれですけどね、いや本当ね、何でしょうね、声出しが今できてるんで、はいはい、全員マスクなんだけど一緒に歌ったりとかもできるし、うん、だからスローバラードを歌うと一緒に会場が歌ってくれたりだとか、ね、で、コール&レスポンスも確実にこう帰ってくるし、そうですね、それはね嬉しいですよ、はい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 、ファンも楽しいと思うけど俺らも嬉しい、うん、まあ、風神雷神ツアーということでね、考えてみたら横浜銀杯で、ランさん亡くなってジョニーが10周年フォーティスで外れてタクト2人じゃないですか、はいはい、うん、で改めてそのなんか風神雷神っていうツアーっていう名前にして2トップでちょっと頑張ろうっていう、また一からやり直そうというツアーなんで、なんか初めてそれでも初めて来てくれてるファンもいるし、うん、なんか
いい感じですね、はいはいはい、来週は先ほども言いましたけども大阪え福岡広島と一気に回りたいと思いますね。いつからですか。ね、4月の6日が、木曜日ですかね、はい、江坂ミューズ大阪行って1日空いて土曜日に、ドラムビーワン福岡、ライブバンケッシュ広島が4月の9日なんで前乗りなんですよ俺。6、8、9ちょっと待って、今聞き捨ててならないセリフ聞いたんですよ。え6っていうのは木曜日です。そうですね、はい、前乗りって言葉も聞こえましたね。4月の5日が前乗りなんで、うん、朝から出るんですよ大阪に向かって、うん、で泊まってライブをしようっていうことなんで、うん、すいません私来週はお休みさせていただくということで。冗談で大ちゃん。すごい圧がね。圧すごいもの。来週横浜キーマンのショーはお休みします。はい。ですから、ユッキーと、野球少年と大ちゃん。野球少年。あ、歌ですけどね。うん、で、よろしくお願いします。終わりました。皆さん本当にすいません。間違って来ないでくださいね。そう、詳細ないってすごいショックじゃないですか。ね、いや、そうね。俺がいなくてもみんなね、応援に来てください。はい、はい。金沢エイトホールに参戦した大阪のトントンさん、翔、はい、さん、大蔵さん、ゆっきーさん、こんにちは。こんにちは。翔さん、3月25日の金沢エイトホールに参戦させていただきました。おう。待ちに待った個人的初日でした。うん。去年のランさん追悼ツアーの一部会場でオールフォアランを合唱できたことも感動でしたが、うんうん、最初から最後まで声出しできたライブは実は初めてでした。ああそうか、初めてなのね、うん、感無量とはこのことだと心底から思いました。事情により一般優先での申し込みだったにもかかわらず、うん、メンバーの全員の動きは見えるありがたい席でした。ねラッキーだよね、うん、金沢のファンの方々は暑さと優しさに満ちた感じで終始アットホームな雰囲気が、そうだったね、心地よかったです、うんうん、ホールスタッフの方々もとてもウェルカムな雰囲気でまた来たいと思える会場でした、うん、ありがとう。我が家の特攻隊長の家内とは少し離れた席でしたがそちらも最高とのことでした。特攻隊長なんだ。セットリストのネタバレは避けますがこれだけは癒やしてください、うんうん、懐かしさと感動はてんこ盛りで最高に贅沢な時間ありがとうございます。いえいえ、うん、たくさんのベースアンプの上にちょこんと置かれたユーリンドのブッコローのぬいぐるみハートがキュンとしました。次は地元大阪の江坂フェイスミューズ、うんうん、さらにテンション上げてまいりますのでよろしくお願いします、はい、大阪トントンさん、ね、タクはね変なもんねアンプの上乗っけんだよね。ノーまあいいんだけどさまたこれまし誰これ、うん、と大阪府のゆうこさん、うん、翔さん大ちゃんゆきさんこんにちは。こんにちは。先週末金沢イートホール参戦して楽しすぎて幸せすぎる時間でした。お当日午前中に仕事を終えて、うん、京都駅から特急サンダーバードで金沢に向かうために乗り場に並んでいると、うん、遅れ約4分の電光掲示板の文字が見え、はいはい、4分かと思いまた電光掲示板を見ると、うん、4分が5分になり、うん、5分が6分になり、うん、駅構内にもアナウンスまで流れ始め、うん、だんだんとなりましたが、うん、約7分遅れで特急サンダーバードに乗り無事金沢に着きました。なんで大丈夫じゃないか7分ぐらい、うん、先に車で金沢りしていた主人と合流し、ああそうかそうか、うん、サンダーバードが遅れてさって言うと、ほらやっぱり俺は車で来てよかったよ、うんうん、と言われ帰りので車中でも翔さんの誕生祭のライブもしライブ参戦できるとしたらなんで行くって聞くと、うん、そっ車で新幹線に乗らないと貫き方です、うん、来週はいよいよ地元大阪ですお待ちしておりますって大阪のトントンさん。そうかやるな、まあ、かでもあの6月4日の日に俺の生誕祭、はい、65歳のバースデーライブを、神奈川県の秦野でやりますんでね、秦野でね、それをきっと、来ようとしてるんでしょう。このゆうこさんあれですよね、何新幹線遅れていかれなかったっていうの2度も3度も経験した人ですよね。結構遅れるんですね。いや、まあ、たまたまなのねじゃあすごいラッキーじゃないですか、うん、むしろね。まあさ日本の新幹線もさ結構正確なのよ、ね、世界に比べたらね。だけどやっぱりちょっとねそういう時もあるから。なるほど。車がいいんじゃねえかって旦那は言うわけじゃん。普通逆ですけどね。そうでも渋滞はまで大変だっていうのもあると思うけどね。あ札幌の白い妖精ロコ、はいロコさん、うん、大ちゃん歌さんの字、あ違う、大ちゃん翔さんゆっきーさんごきげんよう。ごきげんよう。風神雷神のラスト六本木は弟の一周忌と重なりいけません。ああそっか、翔さんのバースデーライブもいけません、うんうんうん、夏の
戸塚音楽祭は一人参戦できそうなら行きます。お7月の2日ね、蘇、うん、さんの歌声聞いて F トツマリン FM サタメを観覧したいと思ってます、うん、おいいね。7月あ仕事は7月末で退職しようと思ってます。そうなんだ。あらら、昨日ヘアサロンで10年ぶりぐらいに前髪を作っていただきました。おお、ここ 2,3 回前髪を作りたいと言ってもおでこを出した方がクールだし似合ってると言われ前髪を作っていただけませんでした、うんうん、妖精は切れました、うん、デコのシワが気になるから前髪作ってあの美顔器があるんじゃなかったっけ。そうそう5種類のね5箇所に使えるやつね。5種類の5種類じゃない5箇所です確か前髪をついにできました。評判いいです。てか仕事場に行ったら新しく入った方と思われたりミャンマーの娘たちには飯島さん39歳に見えますと言われなまらいだとしました。ミャンマー娘言い過ぎだろ。翔さん3月31日が私の59歳の誕生日です。妖精にふさわしいお誕生日の言葉をいただけたら嬉しいです。翔さんからの一言は私の寿命が1ヶ月伸びる気がします。4月北海道でお待ちしております。生で楽しみにしてます。体重を増やすためにご飯もりもり食べてます。早く翔さんに会いたいな。強い妖精ロゴ。そうですか、前髪作ったの可愛いよお誕生日おめでとう。ちいちさん今日来てくれてる。今日誕生日なんだって。 おめでとうございます、ね、戦うマヌカハニーいただきましたけど、お誕生日おめでとうございます。親子ですよね。ね、お母さんの方がお誕生日で、え、兄弟かと思った、ね、兄弟に見えるよね、うん、若いのかね、奥さん、若い、ちいちさんおめでとうございます、ね、直接これは幸せですね。幸せですね。おめでとうございます。はい、ですね、ちょっといいですか。はい、翔さん皆さんこんにちは。こんにちは、東村山のマーシーです。もう少し早く来て翔さんからバレンタインデーのお返しいただきたかったなって思っていました、うん、何言ってんのお前翔さん風神雷神ツアーお疲れ様です。初日横浜行きました。翔さんのトーク楽しかったです、ライブで声を出せて盛り上がりましたね。会場暑くて私は内輪で仰いでいたら翔さんの目に留まったようで暑いよなと言っていただきました。さらに暑くなっちゃいました。嬉しいな。5月4日の六本木ファイナルも行きます。もちろん番外編の5月4日あ、じゃあ、番外編の翔さんの生誕祭のチケットも取れました、ね、6月4日ですね。楽しみです。あ、報告が遅くなってしまったんですが私から報告してと言われたので、今日になりました。埼玉の深谷のブリーダーさんのスーさんが3月3日に無事退院しました。よかったよね、うん、具合悪かったね、翔さん皆さんに励ましの言葉たくさんいただきましてありがとうございましたと言ってよろしくと言われましたということで、ね、よかったですよね。よかった、ね、いろいろ体調崩したりとかいろいろある時期ですけど皆さんね健康管理しっかりしてもらって、ね、時期だしお年だしねそろそろね、そうですね、みんなね、うん、ということですね。そして、あと翔さんまずいもの持ってきました。まずかったら持ってくるんじゃねえよって毎週シャウトしている傷んだ喉にぜひっていたわってくださいということで、この飴私からのおすすめなんです。ピリピリして効きそうなんです。でもまずいんです。ツアーの成功をお祈りしてます、ではまた会える日までサンデーからと言いますね。プロポリスキャンディー森川健康堂のですねまずいらしいです。すごい効きそうですよね。ね、青汁みたいにまずいっていうのがね、舐めたくなるよ ね、まずいそうです。ありがとうございますさあそれじゃあ曲いきますか。それともいっちゃってください。何かよりユッキーのコーナーとかいっちゃいますか。いっちゃいますか。いっちゃいますか。あ、どうぞ。はいはいはい、ね、急に振ったらまずいですか大丈夫ですよはいはい、毎週じゃないですけど各週でね、うん、お届けしております、ユッキーの、戸塚おいしいものを巡るツアーでございます。いつも食いしん坊のユッキーが行くユッキーのみたいな感じになってますけど、うん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 、今日は、戸塚の東口にあります中華料理のセミエンさんをご紹介しようと思います。これヒロ君も知ってんべ。知ってます、うんうん、ね、戸塚と言ったらセミエンさん、御用達、はい、うん、ね、まあ、東口、戸塚東口商店会の、会員さんでもあられますけれども、はい、まあ、中華料理なんです、うんうん、はい、定番中華料理なんです。麻婆豆腐がうめんだよ。辛いんだけど。あ、そうなんですか。めっちゃ辛いんだよ、麻婆豆腐。私この間酢豚定食をいただいたんですけど。そうなんですか。いや、もう本当に定番の
でも絶対ハズレがない感じの味ですよね、うん、春巻きとかそういうのね、場所があの川沿いにあるんだよね、うん、場所は川沿いの、ちょうど歩道橋があるところですよね、うん、あの下がサスケさんという焼き鳥屋さんというか居酒屋さんの2階になるんですけれども、はい、11時から、夜の10時30分まで、やってらっしゃいまして、お昼とかもねそうですけど定食がねなかなかリーズナブルなんですよね、まあ、大体760円とか800円、ね、うん、から、まあ、1000円ぐらいまでバリエ、うん、本当に種類がバリエーションがすごいので選ぶの困っちゃうっていう感じなんですけど、それがまた結構こうもりもりにあるんですよ、ご飯とあのメインのものと、スープとちょっとデザートがあったりして、ね、男の方でもあのね、あの結構こう帰りに夕飯でね食べられる方とかもいるんじゃないかなと思いますけれども、将棋園さんはさ、うん、あのよく会合とかね、あ、そうですね、ちょっと座敷もあるから、うんうん、いろんな、ね、あの打ち合わせとかさ、なんだ、商店会のあれとかでも使ったりとかしてね、そうなんですよ、あの宴会もね、なんと2200円から、うん、ね、いくつあるんだ、1、2、3、4、5、5、6、7種類ぐらいあるみたいですよ。俺さ、いつもその宴会に行ってさ、食ったためしないんだよね。なんでかっていうとさ、商店会長の佐伯さんっていうのがさ、はいはいはい、俺の先輩でさ、ね、はい、中学の時の先輩で、うんうん、剣道部で怖いわけよ。あ、でもめちゃめちゃ直属なわけですね。そう、もうね、40年も50年も経ってんのに今でも怖いわけよ。だからそばに寄らないでさ、飯もさ食った気しないわけよ。なるほど。ちょっと来いなんて言われてもさ、うんうんうん、いや遠慮させてもらいますみたいな感じで調味園でね、よく会合行くんだけどね、ちゃんと食べれたことないんだよね。いや、ぜひ食べてください。そうだから賞味園のそのね、うん、会合と、うん、あと元町食堂ね、小野先輩、はいはいはい、ランさんの同級生がやってる、そこもね食った気しないんだよね。もうやっぱね、先輩のとこはダメ、もう50年経ってんだよ。ねえ、ね、でもいい加減に大人になれよって言いたいんだけど。ね、ライス普通盛りでお願いしますって、すごいてんこ盛りで盛りでとかさ、ふざけんな、残せないです ね、 ね、 ね、ほんと先輩大嫌い。そうそう、あの普通の定番のね、はい、あのこういう酢豚とか、いろいろ麻婆豆腐とかもありますし、あのフカヒレなんかもねちゃんとありますので、もうとにかくいろいろ選べる、中華料理屋さんなので、まあ、ちょっとした会合とかね、あのご家族でっていう時にもよろしいかなと思います。あの円卓がね80席もありますし、掘りごたつはね30席ほどあるそうなので、大きな宴会とかでも大丈夫、会社とかのね、だってさ、はい、集まりでも。正味さんがあった場所は昔はキャバクラだった、デカ箱の。そう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 、そうなんですか。だからね、中はねちょっと変わっているけど、 あの2階がね全部キャバクラだったのよ。よく行ってたんだ。そこ行ってキャバクラ終わってからサスケで飲んで、でフラフラ家まで歩いて帰るっていうのは。なるほどなるほど。そうそうそう、そこがなくなってしまって、で庶民さんになったわけよ。で、あのデカ箱何が入るんだろうと思ったら、庶民さんがドンと来て、だけど先輩 に誘われた会合に行くと食えないんだよ、怖くて。庶民さん生命。生味園さん、はい、生味園さんね、生味園さん、ね、さんお休みは、お休みは、ごめんなさい、土曜祝日は9時半までの営業で、定休日は日曜日です。お、はい、はい、となってますね、はい、住所はですね、戸塚区吉田町の114番地、第一安藤ビル2階になります。ぜひ皆さんお立ち寄りください。駐車場もあるからね。あ、駐車場あるんですか。はい、ちょっと止められる。あ、うん、あ、そうですね、はい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 、はい、ね、また次回も美味しいものいっぱいご紹介しようかなと思います。食いしん坊ユッキーの、はい、っていう。戸塚を行くぞ。ラジオネームウコンの香織さん、はい、翔さん、皆さんこんにちは。こんにちは。ラジオを聞いていたら広くがらしゃってる。そう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 、懐かしい声ですか。娘ちゃんたちも。そうそうそう、ありがとうございます。ヒロ君が出演されたところ、ラジオ観戦に行っていた時、うんうん、ペットボトルの蓋が開けられない私に気がついて開けてくださったりと、優しい、お気遣いの優しい方で笑顔が全開でありがとうございました。覚えてる。こちらこそありがとうございます。娘ちゃんたち、パパはとってもラジオで素敵だったんですよ。今のパパだったんですよ。元気そうで嬉しくてメールさせていただきました。ますますのご活躍を祈っていますっていう、今度さ香織さん、ありがとうございます。いや、素晴らしいメールです ね素晴らしい。僕の地位が保たれた、うん、素晴らしい、ね、でもパパ優しい、優しい、ゆかりちゃんはパパは優しい、
首を縦に振るだけ。かわいいね。本当に。いやこんな時は俺もあったのかな。いやないかもしれない、ね、だって小学校入る時に多分ねチョコレートのあの何タバコのやつあれ加えながら肩振りながらね言ってたから。本当だよね、ろくな思い出ないもんね。でもその頃から柄が悪い感じだったんですか。じゃあそんなことないよ。一年生から悪くねえべ。何言ってんの。でもカバンを潰してみたいよ。いろいろあのいただき物をもらいました、はい、ロンリーウルフさんご家宝いただきました。ありがとうございます。マーガレットさんはボイスケアがやっぱり、ね、みんなこういうのど飴系をね、うん、そうですね今ねツアー中ですしね、ですね。ミオちゃんはですねすごいの来たよ。みんなに米粉のオレンジアップサイドダウンケーキ。おーすごい見ました。すごい、すっごいアップサイドダウンっていうのはねあのこうアベコベみたいなひっくり返すみたいな、あのそっちは上と下をひっくり返すみたいなアップサイドダウン。だからきっとなんかあれなんじゃないの、こうケーキをオレンジをグリーンってひっくり返してそう上にだからオレンジがね乗っかってる感じ。ああ先にオレンジ入れて詰めてって最後ブリッてやるのかな、アップサイドダウン、ね、超甘いらしいですけどね。あとタムさんが、はい、新玉、はい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 、みんなで、あ、違う違う、みんなで配るからさ、見てこれ、淡いじゃねえの、すごい、ほら、すごい新玉ねぎ、ほんとだすごい辛くなくていいんだよね。そうだよね、もうそんな時期ですね。どうするこれ、やばいっしょ。それからですね、アリスさん、アリスちゃんは穴かけて、なんか、何かそれから、あ、マーシーがどら焼きかな、いろいろいただいております。ありがとうございます。言いません、オッケーということで、はい、そう、うちのお店に来た方のコメント、うんうん、たまたまうち東海道の53次のお札かなんか今売ってるんですよ、はい、それを買いに来た方が翔さんファンの方で、で翔さん指定席を教えてあげたら大喜びで感動して喜んで紙を書いてってくれたんですよ。うちの社員にねファンがいるんだっつってなんかいらっしゃいます。あとね北海道からいらっしゃって、うんうん、本当は茅ヶ崎かなんか用事があったんだけど、うん、またわざわざ戸塚まで来て、うん、うちの翔さんの俺のタンタン食ったりいる、ご夫婦で。嬉しいですね、はい、今週も来てますよ翔、はい、専用シートのところ。そうですそうです。今日さ大ちゃんもうさ、はい、時間なくなっちゃったから歌買ってますね、はい、ねこれはですね翔さんのコーヒーが飲みたくてモネさんに来ました。そう2021年の12月札幌のライブ参戦しました、うん、ペンライト、振ってましたからね、また会える日を楽しみにしてますっていうことね。いただきますね。うちのドライバーの秀樹くんが大好きです、超不安です。あとはですね何ですかこれ、不思議な字ですね。振り込み詐欺、あ振り込み詐欺対策ロックンロール頑張って作ってよかったです、はいはい、遠藤春彦、作者が来ましたね。遠藤春彦やるよねお前ね。第2弾も考えてもらいたいと思いますね。ね他のファンの方もねよろしくお願いします、うん、あの一つおめでたい話題が、はいはいはい、ゆうさんより、ね、メールいただいてますけれども、うん、誰ゆうさ ん, ゆうさん、はい、まあ、先週は WBC 感動でしたねってことが本当にすごかったですね、うんうん、であのねすごいんですよ、銀梅さんが私にくれたものということで、うん、それは夢は見るものじゃない実現させるものなんだということです、うんうんうん、で43年前そう教えてもらいました、はい、で銀梅さんも自ら立てた3つの目標を達成させて私たちに示してくれましたね、はい、今回私も銀梅さんの教えを胸に看護師になりたい夢を実現することができました。できた、よかった、ね、看護師国家試験合格しました、うん、ということで素晴らしい、ね、ございます、ね、準看護師から看護師にステップアップですということで、すげー、はーい、ね、もうすごいですね、もうやるな言う、ね、夢は見るものじゃない実現させるものなんだろうね、しっかり実現させて、まあ、横浜議員の場合もそれを、ね、体現してきましたからね、はい、すごいですね、シングル1位アルバム1位日本武道館満タン、ね、そうですよね、目標掲げてそれに向かって、あの頃は若かったですけどでもチャレンジして実現した時は本当嬉しかったし、ね、大谷君も同じようなこと言ってますもん ね大谷君にも、ね、引き継いでるわけよ、夢を作るんじゃない、そうそうそう、ね、夢が人生を作るんだよ、ね、そうです、栗山監督もね夢は増せ夢って言ってますから、全部銀杯の影響ですから
でお約束でこれを読まないといけないんではないでしょうか。はい、この番組、はい、この番組は真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の江南中央駅すぐそばの清水公益社サバスホールさん、戸塚区戸塚町をはじめ関東関西に展開している植木屋ガーデンエクスプレスのベテラン庭師の松沼さん、四季折々のフルーツや甘くてジューシーなフルーツケーキなどが揃う老舗果物専門店ティーベリー豊田屋さん、心からくつろげるひとときや本当に美味しいと思えるひとときなど、心をより豊かにする活動、ごめんなさい、心をより豊かにする活動を行う JT さん、そして困った時に来ていただければすぐに治療ができるをコンセプトに、横浜市内に5店舗の接骨院整骨院を展開している我らが勝田メディカルグループの提供で放送させていただきました。すいません、駆け足になりました。 あかりちゃんゆかりちゃんどうでした、感想は。どうだった、楽しかった、どうだった、ラジオの感想。楽しかった。楽しかった、ね、はい、はい、ね、ここ近づいて、はい、楽しかった、楽しかった、どうもありがとうね、また来てね、というところで大ちゃん歌さんの人生楽しみました、また会いしまって、バイビー。ぴったし、この最後の感じは、ま、変わってないんですね、変わってない、この最後の感じだけ全く変わってない、いつまで経っても変わらない。